サンストロークプロジェクトは、モルドバ共和国の音楽トリオである。現メンバーは、アイバラス B、セルゲイ・ステパノフの二人。ユーロビジョンソングコンテスト2009のモルドバ代表を、目指して、楽曲、ノークライムで、国内選考に参加したが、3位に終わった。この年のユーロビジョンソングコンテストのモルドバ代表は、ネリー・チョバヌとなった。ユーロビジョンソングコンテスト2010では、 オリア・ティラと共に楽曲ランア・ウェイで国内選考オーメロディペントルーヨーロッパ2010に参加した3月6日にキシナウで行われた国内選考の決勝で審査員視聴者の双方から最高得点である12点を獲得して優勝を果たし2010年のモルドバ代表に選ばれた2010年5月25日から30日にかけて ノルウェーのオスロで行われたユーロビジョン2012はオリアティラと共にモルドバ代表として参加した5月25日の準決勝は52得点を集めて10位となり決勝に進出できる10カ国の枠内に入った5月30日の決勝では27得点を集めて22位となったユーロビジョンソングコンテスト2017では楽曲 Hey Mama で 国内選考ウォーメロディペントルーヨーロッパ2017を勝ち抜き、モルドバ代表に選ばれた。2017年5月9日の準決勝で、サンストロークプロジェクトは10位以内に入り、決勝へ進んだ。同月13日に行われた決勝で、サンストロークプロジェクトは2位だった。これは、これまでに、モルドバが獲得した順位の中では最高位であった。これを受けて、モルドバの大統領、 イゴルドドンは彼らを称えメダルを授与した。2月14日、アントン・ラゴザが脱退。その後4月、デュオとしては初のシングルとなるブーメランをリリースした。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2010で演奏されたランアウェイでのセルゲイ・ステパノフのサックスソロはインターネット上でエピック・サックス街またはサックスロールとして有名になった。 ありがとうございます。